市民の皆さん、こんにちは。市長の阿部博之です。めっきり涼しくなってきました。草むらからコオロギやアオマツムシなどの鳴き声も聞こえる季節となりました。さて、感染症の陽性者数ですが、週を追うごとに減っており、政府は緊急事態宣言等を10月1日には解除する方向で検討を進めているようです。しかし、マスクの着用、3密を避けるなどの基本的な感染防止の行動は今しばらく必要と感じています。今回はワクチン接種の現況と今後のスケジュール、市内の感染状況、市政施行50周年、この50周年を記念した2つの演劇、 J スマイル多摩八角堂のランタンフェスティバルなどについてご紹介します。まずこのフリップをご覧ください。多摩市の全接種対象者のうち2回目の接種を終えられた方は 72.1% となっています。現在全国平均が5割を超えたところですので、多摩市は全国自治体の中でもトップクラスの高い接種率となっています。ただ9月に入ってからファイザー社製のワクチン供給が滞ったことから、希望者への予約受付ができませんでした。一方、政府からモデルナ社製のワクチンを自治体向けに供給するとの情報が入り、本市として独自の申請を行い、4000人分のワクチン供給を受けることができるようになりました。次のフリップをご覧ください。このモデルナ社製のワクチンによる集団接種ですが、10月16日から11月29日までの16日間、聖蹟桜ヶ丘の多摩市立健康センターを会場に実施します。会場がこれまでと異なりますので、ご注意ください。接種時間は13時から16時、17時から20時です。また、より多くの方に接種していただくため、簡易的な手続きで接種できるよう、予約なしの接種枠を設定しました。対象は16歳以上の方とし、毎回50人程度を想定しています。さらに、受験生優先接種枠として、小6、中3、高3を対象とし実施します。日程は10月23日、24日、25日、30日、31日、11月1日とします。この優先枠については、オペレーターが対応するコールセンターのみの受付とします。なお、市内の医療機関では約1200人分のファイザー社製のワクチンによる個別接種も再開しました。よろしくお願いいたします。次のフリップをご覧ください。多摩市内の感染状況です。現在の患者数は34人、入院中の方は23人、宿泊療養4人、自宅療養2人となっています。グラフでご覧の通り、第5波はこれまでで一番大きな伸びとなりました。直近1週間では29人とかなり減少しました。なお、前回お話しした日医大多摩長山病院、多摩南部地域病院を支援するための後方支援病院に、市内の2つの病院が名乗りを上げていただきました。感謝申し上げます。また千葉県で陽性となった妊婦の方を引き受ける病院がなかったことから、自宅で出産し新生児の命が奪われるという痛ましい出来事がありました。
市内でそのようなことがあってはならないと、多摩市独自の対応として新型コロナウイルス感染症対応分娩室整備費補助金の補正予算を9月議会に追加送付しました。妊婦の方は市民か否かは問いません。陽性になられた妊婦の方でも市内で安心して出産できる医療関係を整えていきます。次のフリップをご覧ください。11月1日多摩市は市政施行50周年を迎えます。明年の8月にかけていろいろな祝賀イベントを市民の皆さんと共に行いたいと考えています。パルテノン多摩が大規模改修中ということもあり、明年パルテノン多摩のグランドオープンと合わせさまざまなイベントを企画しています。ご期待ください。多摩町から多摩市へ。50年前多摩ニュータウンの一斉入居とも重なり人口も急増しました。当時は多摩丘陵を宅地開発し、ニュータウンは赤茶けた造成地一色でした。その当時植えられた樹木も大きく成長し、緑あふれる多摩市となりました。お住まいの皆さんにとってもさまざまなドラマがあったことと思います。多摩市50周年記念市民事業実行委員会という市民の皆さんによる委員会がありますが、多摩ベースという活動空間を設け、映像で継ぐ50の物語として多摩市と共に歩む町を築き上げてきた市民の物語を紹介しています。次のフリップをご覧ください。多摩演劇フェスティバル参加作品市民劇場多摩による50周年記念多摩の多摩ばあちゃんという公演です。10月9日10日赤土公民館ホールで開催します。コロナ禍でもあり2年ぶりの公演とのことです。多摩ばあちゃんと狐、たぬき、かっぱが多摩の昔話を愉快に語る不思議な物語です。お申し込みは市民劇場多摩までご連絡ください。もう一つ演劇のご紹介です。10月31日唐木田にある NSP 健康福祉プラザ総合福祉センターで多摩ニュータウン演劇プロジェクト私と多摩の物語成果発表公演が開催されます。市民参加者とパルテノン多摩レジデントアーティストの皆さんが唐木田地域関戸地域を拠点にワークショップを行い、町と人をめぐる2つの物語を演劇作品に仕上げました。お申し込みはパルテノン多摩共同事業体までご連絡ください。最後にこのフリップをご覧ください。10月4日から10日の15時から19時まで多摩市豊ヶ丘にある J スマイル多摩八角堂豊ヶ丘買い取り商店街豊ヶ丘図書館などをフィールドするランタンフェスティバルが開催されます。主催は日本総合住生活株式会社ニューまちづくり社です。今年で3回目となりますが、ベトナムのランタン200個のライトアップは幻想的で美しい光景です。商店街にはアジア料理のキッチンカーも出店します。ぜひご来場ください。新型コロナウイルス感染症
落ち着いたようにも思いますが、油断はできません。年末年始を無事過ごすことができるまで、お互い気をつけていきましょう。次回は10月14日に配信予定です。では。